高校時代から愛用しているこの靴をですね、オマージュして、はい、オーダーメイドでビスポークでシューズを作りました。ご自身が装うと周りのどなたが喜んでくださいそうでしょうか。オーダーメイド紳士服サロンビアンコ代表の原武雄です。いつもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、圧倒的におしゃれをしようというその前にですね、まずは基本となるスーツの着こなし方ね、ものづくり的な観点、こんなデザインができるんですよということを教科書的にねお伝えをしたりしております。はい、お詳しい方も、これからスーツスタイルにチャレンジされたい方もですね、フラットにご覧いただけたら幸いです。はい、ルールなんかをね押し付けるつもりはまあないのですが、幹のところをですねしっかりとご理解いただくと、派生させたファッションとしての装い方もですね楽しめると、まあ、そんな風に思っていますね。では、本日なんですけれども、オーダーシューズビスポークスタイルと呼んだりしますかね、2足上がってきたのでお伝えしようと思うんですが、まずは1つ目、こちらレペットというブランドですね。レディース向けのバレーシューズのような、はい、形をしたデザインなんかがよく並んでいる、お店さんなんですけれども、僕実は高校時代からですねこれを愛用しているんですね。これの黒と白両方何世代かですね、買い足し、まあ、買い替えながらですね、ずっと履いたりしています。ぜひおすすめ、個人的にしておるところなんですけど、これをオマージュしてですね、今回はネイビーのスウェード素材のシューズですね、お作りをいたしました。ぺったんこスニーカーみたいな感じなんですけど、スニーカーよりもちょっとドレスっぽいというかね、この独特のぽってりした感じなんかが、当時から、ね、すごい好きなんです。この通し方なんかはね、皆様お好みありますか？まあ、僕はカジュアルな白スニーカーなんかのこの平行に結ぶのが好きなんですけどね、まあ、こういった結び方なんかもまたご紹介しようと思います。ドレス的に履けるようにちょっとでも抜け感があるように、まあ、そんなテーマなんですけどね、靴底、側面は全部これ黒にしております。はい。ソールも、まあ、オールレザーですね。かかとのところにはラバーを貼ってますけどね。オールレザーで、仕上げてみました。はい。まあ、なかなか端正な面持ちという感じでですね、綺麗めにも履けますよね。オフの日でも大活躍ということで、これから、これ自分のやつなんですけどね、履いていくのが楽しみだなと思ってます。次はですね、ブラウンのタッセル。ローファーですね。スムースレザーで、作りました。こちらも同じように、底面はですね、オールレザーにしております。はい、縫い目をね、途中から、隠すというような風にしていますのでね、まあ、そういった楽しみ方、裏をどう作るかとかですね、いろいろとビスポークスタイルで楽しめるんですけれどもね、はい、こちらは、モカ縫いをしてですね、まあ、非常にベーシックなデザインをまんま自分の足にぴったり左右ね、それぞれ合わせて作りました。でですね、皆様、オーダーシューズなんですけれども、デザインを楽しんだり、色を楽しんだり、いろいろできるんですね。パティーヌと呼ばれる、手でですね、こうムラ染めするような、ね。ブランドさんの中で言うと、ベルルッティなんかをね、非常にそれを代表しているブランドだと思います。オーダーシューズですね、どんな効果があると思いますか？実はですね、健康にもいいということが、実は言えるという感じですね。どういうことかと言いますと、売り場に置かれているシューズって必ず左右対称にもちろん作られていますが、これ測ってみると分かるんですけれども、ご自身の足ですね、長さも、甲の高さも含めてですね、左右対称にはできていないんですよね。左右それぞれにぴったりぴったりなものを履いたことのある方ってビスポークオーダーしたことがない限りですね、おそらくぴったりの靴履いたことある人いないと思うんですね。ではぴったりの靴を履くとどんないいことがあるかなんですけれども、足がきっちり揃うとですね、姿勢が良くなります。姿勢が良くなると内臓の位置がですね、元あるべきところにそれぞれ、戻るんですね。で、場所が戻ると内臓機能が、元の通り機能すると。他にもですね、やっぱりこの靴それ自体がね、どんないいことがあるかなんですけど、履きじわってね言ったりしますよね。よくやっぱりこの足が曲がるこの指の付け根の部分ですよね、シワが横じわが入りやすいですけれども、あの履きじわもですね、足にぴったりと、はい、沿うと入りにくいんですね。入りにくいです。なのでこういったシューツリーを少し入れることによって、皮をきっちりと伸ばしやすいということが言えます。多くの方はですね、その既製のシューズを履いているとどこで靴合わせて履いているかというとですね、実はつま先で合わせてしまっています。どういうことかというと、
甲の部分、履き口が割とガバガバなんですね。誰もが試着できる、履けるようにするにはそう作る方が、まあ、効率がいいからです、はい、ということで皆様、つんのめってつま先で靴履いているなんていうことがよく起きているんです。ところがオーダーシューズの場合はですね、足の甲の部分ですね、甲の部分でガッチリとホールドするので、指先はですね、むしろちょっと遊びが効くという感じですね。まあ履き口が、広いのでね、やっぱりこれも規制だとちょっと合いづらい方なんかはかかとがパカパカって浮きやすいですね。ところがこれも甲の部分でホールドができるとかかときっちりと履くことができます。本来裸足で道を歩くときっていうと、まあ、指で足の指 です、ね、地面を掴んで歩く、まあ、こういうのが、ね、理想とされているわけなんですけれど、まあ、靴を履きながらでもそれに近しいことが実現できるということです。指が遊ぶのでちゃんとこの掴んで歩くことで、ね、運動機能が足に保てるということなんですね、はい。で人によってはあのくるぶしですよねの高さによって、例えば革靴でいつも当たって痛いななんていうご経験された方いらっしゃいませんでしょうかね、はい、それも高さを調節することによってですね、くるぶしに当たらずに、履き心地が良いというようなこと実現できますのでね、ぜひこのビスポークシューズ、お近くのお仕立て屋さんでされていらっしゃればですね、ぜひ声をかけられてみてください。またこういった靴の合わせ方なんかについては別の動画で撮影しようかなというふうに思っておりますので、そちらもぜひですねご期待をください。もしくは何かリクエストありましたらばコメント欄なんかでもお待ちしておりますのでね、どしどしとお寄せいただけましたら幸いです。はい、ではですね、今日の動画は以上でございます。また次回もこの動画でフィアンコスーツラボでお会いいたしましょう。ありがとうございました。Thank you.